ほんとね、時刻は7時35分を回りました。 FM ギノワン沖の皆さん、おはようございます。ギノワン市旧のギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオから、水曜日担当私黒島ゆりえが生放送でお届けいたします。さあ、10月入っての初放送でありますけれども、私水曜日ね、10月開局しましたね、 FM ギノワンが。ということで私も1周年を迎えました。パチパチパチ。1年で、まあ話をしたいところなんですけれども、その気持ちはぐっとこらえて、後ほど、まあ私のコーナーで思い出なんか語ってみようかななんて思います。さあ、ということで本日のテーマです。本日のテーマは流行りです。最近流行ってるもの何がありますかね。まあ、皆さんのメールにも、お送りした内容にも書きましたけど、最近ね、PPAP ってね、動画ご存知ですか。なんか、リンゴとパイナップルをペンで刺して、なんか、パイナッポーとかね、なんかペンアポーとかって言って、なんか騒いでる男の人の動画が流行っておりますけれども、なんかそんなのとかを見ながら、まあ、こう、流行りってあるよね、って、まあ、ふと思ったわけですよ。ね。あとは、まあ、テレビなんかで最近漫才なんかとかもやっていてね、キングオブコント、コントね。そう、キングオブコントをやってて、まあ、それとかを見てて、まあ、毎回ね、大体この年、この漫才とかの年になると、ここで、こう、面白いネタが出てきて、そこがなんか、流行語大賞を、まあ、取っちゃって、なんていうこともあったりしますけれども、まあ、流行り言葉なんかもありますよね。まあ、過去にもこんなの流行りましたね、ですとか、まあ、今こういうの流行ってますよね、とか、まあ、次は、これが来ると言われてるぞなんていうことまで、あとはね、流行りには乗る方ですか、乗らない方ですか、いろいろあると思います。ぜひともあると思います。これも懐かしくないですか、天心木村でしたっけ、あると思いますって、これも流行りましたよね、という感じでメールお寄せください。メールアドレス797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページからも簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しておりますので、たくさんツイートもお待ちしておりますよ。またさえまる放送も始まりました。スマホの場合はアプリ FM テイで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがございます。完全全編同時放送をお楽しみいただけますので、そちらもぜひチェックしてみてください。さあ、まだ起きてない人もこれを聞いて目を覚ましてみませんか。モーニングエッド、これから約2時間お付き合いいただきたいなと思います。さあ、オープニングナンバーはこの曲、西野カナ、 Have a nice day。
金のドロンボンさんおはようございます。レタルフさんもありがとうございます。よろしくお願いします。この1年も7時43分を迎えました。 79.7MHz FM ギナーよりお天気道路交通情報をお伝えいたします。まずはお天気情報からお伝えしましょう。はい、沖縄本島中南部、本日お天気は曇り時々晴れ、昼前一時雨、ところにより夕方まで雷を伴います。日中の最高気温は31度です。暑いですね。降水確率午前6時から、
午後12時までが 60%、 そして12時から午後18時6時までが 30%、 そして18時から終日 20% となっております。南の風のち南東の風、波3メートルのち 2.5 メートル、うねりを伴います。さあ、沖縄本島地方では5日夕方にかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。海岸の海域ではうねりを伴い波が高いですので、6日にかけて海上や海岸付近では高波に注意してください。以上、天気をお伝えいたしました。続いて道路交通情報をお伝えします。はい、沖縄自動車道上り、沖縄北インターチェンジ、こちら接触事故があったようです。今規制がかかっております。沖縄自動車道上り、沖縄北インターチェンジ付近、接触事故があったようです。こちら規制がかかっております。以上、沖縄自動車道をお伝えいたしました。続いて一般道をお伝えします。国道58号線、大女奈からぐすくまにかけての南向き、長い渋滞発生しております。国道58号線大女奈から、牧港にかけて、ぐすくまにかけて、失礼いたしました。大女奈からぐすくまにかけて南向き、長い渋滞発生しております。そして県道34号線、こちら前原から大女奈にかけて、一部渋滞発生しております。県道34号線前原から大女奈にかけて一部渋滞発生しております。そして、国道330号線、こちら古島に向けての南向き、一部渋滞発生しております。国道330号線古島に向けての南向き、一部渋滞発生しております。以上、一般道をお伝えいたしました。皆さん安全運転でお過ごしください。そして FM 技能から見えるお天気なのですが、60% という予報出てますが、すごいね、晴れやかな、ね、天気ではないかなと思います。まあ、少し黒い雲がうっすらかかっていますかね。はい、多分地域によってお天気も変わるかもしれませんね。なので皆さん、まあ、傘の準備は念のためにしておいておくのもいいかもしれません。以上、天気、道路交通情報をお伝えいたしました。さあ、メール紹介していきましょうか。今日のメールテーマは、流行り。流行りです。トップバッターはこの方。ラジオネーム、今日もおかしな銀のトロンボーンさんいただきました。ありがとうございます。リリーちゃん、今日のテーマ流行り、流行りか、あまり流行りには乗らないな。毎年流行るインフルエンザには全然飛びつかないし、そりゃ飛びつきたくないですよね。あと、インフルエンザはかかったことない。本当ですか？すごい健康的じゃないですかね。え、流行り物には飛びつかない方だったな、昔から。でも一つだけ流行りに乗って買ったものがある。なんでしょう。今はない白いたい焼き。リーリーちゃんわかるかなって。これわかりますよ。すごい懐かしい。あのね、もちもちした生地に、なんかこう変わった種のね、あのカスタードとか、チョコレート、あとはキャラメルが私好きでしたね。キャラメル、あとは通常のあんとか。お野菜系みたいな、ね、お野菜系、なんかレタスみたいなとか、おかず系、ディレクターターマー曰く、なんかおかず系のなんか ベーコンとか、なんかそういう目玉焼きとかを入ったのがあったということで、本当ですか、うん、私なんかそういうのはちょっと見たことなかったな、うん、多分売ってるところとかによって違かったんですかね。福井ではあったと。じゃあ地域によって、もしかしたらその地域のものが入っていたりしたかもしれないですね。どんな
え、どんな種がありました？ちなみになんかこれ買ったことあるよっていう人よかったらメールお寄せください。でリクエストもいただいておりますね。でリクエスト曲がね、流行りに乗っかってますよね。後で紹介していきたいと思います。今日もおかしな銀のトロンボーンさんありがとうございます。続きまして、はいはいはい、ラジオネームイミッチおじさんいただきました。ありがとうございます。皆さんおはようございます。イミッチおじさんです。今日のテーマ流行り、おじさんは流行りに乗らないな、いやいや乗れてないな。今日のテーマを書いてるのをFacebook で見たとき、ん？ペンでリンゴとパイナップルを刺して踊る、全くわからなかったから思わず検索しちゃいましたよ。あー、確かに若い世代の人が YouTube で踊ってますね。え、きっとおじさんを Facebook でゆりえちゃんがその踊りのことを書かなかったら、その踊りのことを知らずに終わったはず。それぐらいおじさんは鈍感なんですよ。あ、でもね、そんなおじさんも最近、昔おじさん世代が子供の頃に夢中で遊んだファミコンが手のひらサイズになって復活するみたいな記事を読んでからは、あーファミコン欲しいって思ってますよ、ということで。ねえ、ファミコンなんか復活するらしいですね。私も記事で読みましたけれども、あのね、ギリギリ私ファミコン触ってる世代だと思う。1993年生まれです、私。で、もうすごいブームでしたよね、その時ね。で、私多分ね、保育園生、いや、幼稚園生くらいかな。こう、なんか、おじいちゃん、おばあちゃんのお家とかで、こうね、よくシーミーとかなんかとかで集まった時に、やっぱファミコンがね、そう、置いてるんですよ。ファミコンが置かれてて、こう、お兄ちゃん、上の世代のお兄ちゃんなんかとかが遊んでて、まあ、それにちょっと参加するみたいなことは、したことがあるので、ギリギリファミコン触ってる世代だと思う。ね、ファミコン、で、こう復活するっていうのは確かにそのファミコン世代の方からしたら嬉しいかもしれませんね。で、あと、そう、ペンでリンゴとパイナップル刺して踊るってやつね。あの、PPAP ってね、言ってますけど。見た？玉見た？見た。あれ、面白くない？くだらない。くだらないって言われちゃった。あら、仲間だと思ってたんだけどな。じゃあ、検索してみてください。PPAP とか、ペンパイナップルアップルペンで検索したら出てきます。で、なんかそれに乗っかって若い人たちがね、こう動画とか撮ってるんですけど、なんかそのパイナップルとリンゴの気持ちになって、お前らペンで俺たちを刺すんじゃねえみたいな感じで、なんかこう被害者の叫びみたいな動画撮ってる、またツイッターが上がってて、それもめっちゃ面白かったんですよ。だからそれもぜひチェックしてほしい。なんかこうツイッターでね、また PPAP とかね、ペンパイナップルアップルペンで検索したら、まあまあ出てきますよ、ね、ちょっとあの暇つぶしにはいいかもしれません。あ、ぜひゆみちおじさん引き続きちょっとご覧になってはいかがでしょうか。はい、ゆみちおじさんありがとうございました。こんな感じでまだまだお待ちしております。今日のメールテーマは流行りです。こんなの流行ったよみたいなことでも結構です。皆さんメールお寄せください。メールアドレス797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までお寄せください。たくさんのメッセージお待ちしております。さあ、今日のおかしな銀のトロンボーンさんからのリクエスト、ラッドウィンプス全然前世。見に行った？行った。よかったね。よかったね、うん。ちょっと泣きそうになった。ちょっと途中までになっちゃうの、ほんと全部聞きたいけど、うん、ちょっと長かったな。11月かなに、うん、この全然前世とかを含めたニューアルバムが発売されるから。え、サントラとは別にってことか。うん、そう。それがいいね。そしたらね、あのラッド好きとかだったらなおさらね。まだサントラももうサントラ相当ね、いいよね。久しぶりになんかこう映画のサントラで欲しくなったもん。これもいいんだけどね、この劇中に流れてるやつもなんかね、いいんだよね。聞けば聞くほど、あのちょっと悲しくなるシーンあたりとかに流れてるやつがオリゴリみたいななるんだよね。わかるわ。だからまたライブツアーしないかなと思って、
アルバム発売されるとか。でもラッド元から好きなんだよね多分ね、うん、好きそうだもんな。前回沖縄来たのも3年前くらいで。あ、そうなんだ。そうそう、その時行けなくて結局、うん、チケット当たったのに。それ寂しい。ちょっと、うん、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたします。まずは琉球新報暮らし面からです。ノーベル賞大熊さん、夫婦で喜び分かつ、偉業達成互いに感謝。40数年の付き合いでいろんな意味で支えてくれた。ノーベル医学生理学賞の受賞決定から一夜明けた4日、東京工業大栄誉教授の大熊義則さんと妻真理子さんは揃って記者会見に臨みました。苦労の末の偉業達成に夫婦で喜びを分かち合いました。12月10日の授与式にも夫婦揃って出席するということです。続いて沖縄タイムス社会面です。国公立大の入試栄養と推薦最多、17年度概要発表。文部科学省は4日、国立大82校と公立大86校の2017年度入試の概要を発表しました。書類や面接などで先行するアドミッションオフィス入試、栄養入試を実施するのは 全体で前年度から4校増の79校。推薦入試は全体で1校増の160校で、いずれも過去最多となりました。全体の応募人数は国立が前年度比312人減少の95,448人、公立が479人増の29,472人となりました。続いて沖縄タイムス地域面です。思い出の園庭ありがとう、志摩市幼稚園建て替えでお別れ会。宜野湾市立志摩市幼稚園が新築に伴う園舎お別れ会を9月30日同園で開かれ、園児102人が園庭いっぱいに広がり、ゴーヤーマーチのダンスを披露し、卒園生とともに慣れ親しんだ園舎とお別れしました。荒城園長は、園を作って35年、多くのお兄さんお姉さんたちが学んでいきました。来年は新しい園舎で楽しく遊びましょうと挨拶しました。同園卒園者で現在同園の教諭の石川めぐみさんは、来年はとても綺麗な園庭ができて楽しみですねと呼びかけました。年長組の宮平ちゃん、下地ちゃん、善平ちゃんは、運動会はとても楽しかったとにっこりお話ししました。最後に琉球新報地域面です。緩急ある動きで魅了、緩急ある動きで魅了、宜野湾王者な伝統の姉妹。宜野湾市王者な区はこのほど区公民館で第40回十五夜豊年祭を開催しました。王者な獅子舞は沖縄戦の混乱で途切れていた保存会が中心となって1976年に復活しました。豊年祭に先立ってこの日、区内の右岸寺や泉をめぐり、住宅街などで道巡礼を実施しました。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたしました。
めっちゃ噛み噛みだす。びっくりするぐらい。ありがとう。いや。助かった。わ、なんかまた台風っぽいのできてる。そう。新しいの2つ。文字で。うん。まだ熱帯低気圧。台湾の方と太平洋の方に。この後はみんなで元気にチュラガンジュー体操。焼きそば入りとかもあったんだ。ねえ、これは白いたい焼きってことだよね。うん。これはどうなんだろうね。え、ウィキオウィキオがいる。ああ。お、ウィキオさん早い。早い。おはようございます。ケンシロウさんもおはようございます。あとミキオ元気かお前。8時台のモーニングエッドも皆さんお聞きください。時刻は8時2分を回りました。 FM 宜野湾沖の皆さんおはようございます。宜野湾市キューナ宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオからモーニング8、水曜日担当私黒島ゆりえが生放送でお届けしています。この番組では皆様からのリクエストやメッセージ募集しております。今日のメールテーマは流行り、流行りです。今どんなの流行ってますか？皆さんメールお待ちしてます。メールアドレス 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また、FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページからも簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しておりますので、たくさんのツイートお待ちしております。この後のモーニングエイトではお天気、道路、交通情報をお伝えいたします。そして私のコーナーメンソーレ黒島タイムス、この FM 技能で喋って1年ということで思い出でも振り返ってみましょうかね。そして、皆さんからのメールお読みいたしまして、突撃あなたのあなたの朝ごはん教えてのコーナーと続きます。今日のゲストはですね、大黒ドラッグ、皆さん
ね、使ったことあるかと思います。あの大黒ドラッグから誕生したガールズユニット DD プリンセスのリーダーであります早見英華さんをお呼びしたいと思います。どうぞ最後までお楽しみください。それでは続いての曲も流行りに乗っかったものをお送りしていきますよ。皆さんお楽しみに。さあ映画で公開しますね、中田康隆さんフューチャリング米津玄師さん何者。めっちゃこれ頭に残るよね。エレクトロニカルってのもあるけど、就活で大阪行ってた時に、うんうん、ちょうどこの米津さんの写真展っていうほどでもないんだけど、タワレコ、大きめのタワレコになんか今今年度のライブとかフェスの写真がバーって飾ってある、うん、なんかの写真展みたいなのやってて、いいの見たい、ちょっと見てきた、あインチキいいはずよ。サウンドスタンプ今 Google で探したんだけど、うん、なんか Google プレイにはそういう系のやつないんだよね。へえ。でもなんかね、配信これもね、なんかもうどんどんストリーミングも進化していったりして、なんか変わってきそうだよね。うん。
時刻は8時8分や9分を迎えました。 79.7 メガヘルツ FM 技能よりお天気道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄地方のお天気からお伝えします。沖縄本島中南部、本日お天気は曇り時々晴れ、昼前一時雨、ところにより夕方まで雷を伴います。日中の最高気温は31度です。降水確率、午前6時から正午12時までが 60%、 そして12時から18時6時までが 30%、 そして18時6時から終日 20% となっております。南の風のち南東の風、波3メートルのち 2.5 メートル、うねりを伴います。沖縄本島地方では5日夕方にかけて、発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。海岸の海域ではうねりを伴い波が高いですので、6日にかけて海上や海岸付近では高波に注意してください。以上、お天気をお伝えいたしました。続いて道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄自動車道から。沖縄自動車道上り金インターチェンジ付近、こちら工事のため追い越し車線規制となっております。沖縄自動車道上り金インターチェンジ付近、工事のため追い越し車線規制となっております。続いて沖縄自動車道上り沖縄北インターチェンジ付近、接触事故があったようです。ただいま規制があります。沖縄自動車道上り沖縄北インターチェンジ付近、接触事故があったようです。ただいま規制があります。そして大丈夫ですね、失礼いたしました。以上、沖縄自動車道をお伝えいたしました。続いて一般道をお伝えします。国道58号線大蛇名から、牧港に向けての南向き、そしてさらに牧港から大蛇名にかけて南向き、長い渋滞発生しております。大蛇名からアジャク間といったらよろしいでしょうか。国道58号線大蛇名から、アジャの区間にかけて南向き、渋滞発生しております。そして反対車線、国道58号線、ぐすくまから牧港にかけての北向き、こちらも一部渋滞発生しております。県道34号線、前原から大蛇名にかけて一部渋滞発生しております。県道34号線、前原から大蛇名に向けて一部渋滞発生しております。そして国道330号線、こちら、古島に向けて一部渋滞発生しています。国道330号線古島に向けて一部渋滞発生しております。以上、一般道もお伝えいたしました。そして FM 技能から見えるお天気、降らないんじゃないかなって思うんですけどね、どうなのでしょうか。皆さんのいる地方では雨降っていますか、どうですか。一応お昼にかけてまた 30%、20% と、どんどん降水確率も低くなってくるようではございますが、まあ、もしかしたら崩れるかもしれませんのでね、傘の準備をお忘れなく。以上、お天気道路交通情報をお伝えいたしました。ではここでどうしましょう。引き続きメールお読みしましょうかね。メールお読みします。さあ、たくさん届いてますね、ありがとうございます。では続いてこの方の紹介していきましょう。ラジオネーム進撃のメイチャーさん、いただきました。ありがとうございます。ゆりえ T、 おはようございます。台風も過ぎ去り晴れたね、進撃のメイちゃんです。台風ね、狭く深くなんかすごい猛烈なとかって言われてたけど、なんか見事にね、まあ少しかすったけど、なんか当たりはしなかったなーという、なんかちょっと透かしたって感じするんですけれども。ではお題ね、流行り。流行りには敏感な私、いいですね。例えばポケモン GO や自撮り棒などついつい見ちゃって流行りに乗っかる私。自撮り棒でやるとみんなで集合した時にちゃんと撮れるんですよね。そして
今買おうと計画中なのは、自撮り棒が禁止されている場所が多いので、スマホがカチッとはめるだけのスマホレンズを買おうかなと計画していますよ。スマホがカチッとはめるだけのスマホレンズ、あれか、拡張っていうのをね、大きくなる広角レンズか。あれ、なんか今ね、先月号かな、先月のなんかの雑誌、女性雑誌なんですけれども、それ付録でついてた。友達がそれをね、この広角レンズの付録が欲しかったからって言って購入したんですけれども、それめちゃくちゃ上等だったね。便利だね。パッて、あれクリップみたいな感じで、レンズにはめてこう広い範囲撮れるやつですよね。すごいなーって私思ったんですけれども、まあスマホレンズなんかもう少し周りがね、ちょっと買い始めてきた時ぐらいに、何がいいのなんか聞いて買ってみたいなーなんて思うんですけど。あとポケモン GO ね、これもなんか二極化しましたね。流行ったけど、こうまあ乗っかってみて、もう今も持続してるのかしてないのかっていう、私はまあ持続しなかった方なんですけれども、タマはやってる、まだやってない。あ、やってないんだ。最初からやってない。ああ、タンは最初からやってないんですって。そうなんだ。刺激のフェイチャーさんまだやってるのかな、ポケモン GO。どうなのでしょうか。ね、気になるところでございますけれども。で、リクエストもたくさんいただきましたね。8曲ぐらいいただきましたけれども、この中からということで、私はこれ、めちゃくちゃ熱いと思ったものをちょっとおかけしたいと思います。お楽しみください。ではでは、ここで1曲お送りしましょうか。これ懐かしいですね。前回の放送、前回って先月か。先月の放送で私も夏いって言って一回かけたんですけど、まあ、タトゥー、めっちゃ夏いよねってその時も話してて、で、またこうリクエストでまた別の曲があったので、ちょっとかけてみたいなと思います。それではここで一曲お届けしましょう。タトゥーで、All the Things Seaside。もうだってこっから出ていないもんね、うん、ロシアなんかそっち系だったよね。そう、ロシアだよ。暑いね。そう、夏いわ。うん、めっちゃいいよ。ナイス選曲ですね。あれだよね、M ステに来なかったんだっけ。そう、すっぽかしてお騒がせよね、何かとね、でも正式に解散したのは2010何年代かで。あ、そうなんだ。14だったかな、正式に解散したの。今何してるんだろう、気になる。俺腕にタトゥーしてるけどって。そうなんすか、エキューファンさん。ビリエティは昭和な香りがするねって。平成ですから、平成ですから。いや夏いよ、これは超夏い。なんか先週ね、マスオさんいなかったからちょっと寂しかったよ。うん、いじられるのね、なんか慣れすぎてさ、今日はっていつも構えてるんだけど、なんかすっぽかされた感じ。だからね、ちょっとレズチックだった。そうそう、レズチックだったね、確かに、うん、あ、2014年だよ、解散。でよね、ほら当たってる、うん、そう、だから意外とだよね。ね、意外と復活するって言って、でも今お母さんになってタトゥーが歌う曲ってどうなんだろうとかって気になるけどね、どうなんだろうね。
さあリクエスト曲でお届けしていますタトゥーの All the things that she said、 懐かしいってずっとターマットね話しているんですけれどもね、2014年に解散をしてるんですよね。ずっと解散、もっと前から解散してるんじゃないかなとかって思ったんですけどね。だけどこうお母さんにもなったタトゥーの曲とか聞いてみたいななんて個人的には思うんですけれどもね。皆さん今日のテーマ流行りです。流行りでメールお待ちしております。続いてはこのコーナー、今日は何の日、まずは沖縄手帳から紹介していきましょう。チャラン。さあ私の手元の沖縄手帳を開きました。10月5日水曜日、本日は旧暦の9月5日となっております。さあ今あのね、今ね、あの沖縄手帳開いたところですよ。これは私にあの言えと言ってるのか何なのかあのね、大きな字でね、10月7日金曜日、ミーノバースデーって書かれてる。え、これ昨日も書かれてたの？あ、ミーノさんが昨日書いたの？いやいや、いつ書かれてた？月曜日、マヨのやつ探した時にすでに書かれてて。あ、じゃあ、マヨさんの時からも書かれてるから、結構前から書いてるんだ。書いたのか分かんない。なるほどね、ミーノさんそういうとこちゃっかりしてる皆さんあの今すぐ手帳を開いてください。10月7日金曜日は、ミーノさんのバースデーということなので、ね、皆さん、来週かもミーノさんは昨日で終わってるので、今週の回は、来週の回に皆さんね、ハッピーバースデーのメールを送ってください、はい、すいません話それましたけれども、はい、本日、5日水曜日、旧暦9月5日と言いましたね。満潮が、午前が9時25分、9時25分、そして午後が21時6分、9時6分となっております。そして干潮午前が3時4分、3時4分、そして午後が15時13分、3時13分となっております。沖縄にまつわる本日、今日やけに噛みますね私、はい、本日は初めて中国と交易した、殺到王が、亡くなった日、これが1395年の本日ということで、すごいですね、こんなね昔のことまでこう細かく記してある沖縄手帳、うん、素晴らしい。はい、こんな感じで沖縄手帳から紹介していきました。続いて、さあさあさあ、今日は何の日カレンダーからはこちら、今日はですね、時刻表記念日ということでございます。時刻表記念日なんぞやね、ちょっと気になりますけれども、玉調べで調べてくれるかな、玉調べで調べてくれるかな、あのね、玉に投げよう、おいほいほい、この日本国初の時刻表が出版された日、あ、日本国初の時刻表が出版された日が、あ、出版された日が本日ということで、時刻表記念日となっているということです。なるほど。分厚いやつが。ああ、分厚いやつ。玉調べでは分厚いやつということです。ありがとう、玉。他ですね、どんなのがある？あ、書いてるね。1894年に出版されてるんですね、この時刻表がね。他は、銀座と新宿で土曜歩行者天国ができたのかな、これが1974年本日ということで、あと山口百恵日本武道館でラストコンサート1980年の本日ということで、そして山口百恵さ歌えるよ歌えるよって何言ってんのって話なんだけどさ、私あのプレイバック2さ、結構あのおじさまたちの間でもお墨付きをいただいている、あのいい感じな歌っていうことで、ちょっと歌ってみる、エコーかけて、緑の中を走り抜けてく真っ赤なポルシェ、どうよどうよ、ね、どうよどうよ、なんか声質とか似てる、そうそうそう、声質
のね、もう少し本調子出たらね、朝だからちょっと声出ないとかって言い訳してもいいかな。という感じで、はい、今日山口百恵さん、日本武道館でラストコンサートということで、私が山口百恵を披露するのもここでラストとさせていただきます。はい、もうマイク置きますね。はい、マイク持ってないんだけどさ、有線マイク欲しいところですけれども。はい。誕生日の方が黒木ひとみさん、誕生日です。女優の黒木ひとみさん。他、ヘンミマリさんも誕生日。あとは、屋敷鷹人。屋敷鷹人さん。あとは、他、ディックミネさんとか。まあ、もう結構今日誕生日の方多いですね。他、誕生日の方、リスナーさんいらっしゃいますでしょうか？いらっしゃいましたらおめでとうございます。誕生花が主郎、花言葉が勝利ということでございます。以上、今日は何の日のコーナーでした。どうしようかな、この後は曲でも流す？曲流して CM 行く？じゃあ曲流しましょうか。さあ。これサチモスのね、ヨンスがフューチャリングしてる曲。うーん、今結構ヒットナンバーだよ。なぜかタワーマンのこと考えるとお腹すくねんって。なんでシャープな目元が百恵さんっぽいかもって。あ、顔、うん、まさかの。ちょっとパーマっぽくしてみたら、ふんわふんわみたいな、こう、ちょっと外巻きじゃん、ね、外巻きのなんかすごいぐるぐるぐるって。山口ゆりえって適当か。昭和臭がひどいとかひどいね。このさ、サビの時のさ、グーテントロークっていうのめっちゃ面白い。
お送りした曲は富田ラブフューチャリングヨンスでレディオ体操ガールでした。平成生まれも間もなくみそじですよってひどいね。そうだよね、うん、28年だもんね。早見は平成生まれじゃないくせに昭和臭があんまりしないって。なんだかな、好みの問題じゃないか。ところさ、いやそんな昭和臭する？ひどくない？何？本当にひどくない？何？あのちょっとひどくない？芸人さんのあれ。だからさ、これでしょ。刺すのがない。よし。突撃あなたの朝ごはん教えて。このコーナーは FM 議団のスタジオからパーソナリティがあなたに直接電話をかけまして、今日の朝ごはんを教えてもらおうというちょっと迷惑な企画でございます。さて今日は大黒ドラッグから誕生したアイドル、ガールズユニット、ユニットじゃない、ガールズなんて言ったらいい、当たってるわ。ガールズユニットで当たってるわ。DD プリンセスのリーダーであります、早見栄華さんをお呼びしたいと思います。さあ、起きておりますでしょうかね。早速かけてみたいと思いますよ。それでは、レッツコーリング。はい、もしもーし。もしもーし。おはようございます。おはようございます。ワンコールで撮るあたりがガーサスですね。もう私今準備してましたよ。準備してましたか。ありがとうございます。最初ぼ、はい、おはようございます。冒頭でもね、紹介したんですけれども、はい、改めて自己紹介をお願いいたします。はい、はい、沖縄国際大学2年生の早見栄華です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私ね、冒頭ではね、DD プリンセスのっていう。DD プリンセス。話したんだけど、沖縄国際大学ってこう、はい、そう、沖縄国際大学の、はい、栄華様は沖縄国際大学にも在籍しながら、その DD プリンセスでもこう活動しているということなんですよね。そうなんですよ。DD プリンセスの今、沖縄メンバーのリーダーしています。すごい、リーダーもして、学生もやって、で、多忙じゃないですか、すごい。そうですね。でも今、ちょっと大学はお休みしながら、この DD プリンセスの活動しているんで、結構、時間もありながら。おー、なるほど。じゃあまあ、こう、時間もね、はい、うまく使ってやってるということですね。はい。はい。この DD プリンセスについて、少し教えていただきたいですけれども、はい、大黒、DD プリンセスの、うん、はい、そう、大黒ドラッグで働いてるメンバーが、もう、みんなそのまま DD プリンセスになってるってことなんですかね。そうですね。この大黒ドラッグで働いているこの薬局店員で、うん、でアイドルを目指したいっていう女の子たちが今集まって、うん、この
国際通りのど真ん中にある大黒ドラッグでパフォーマンスをしながら、アイドル活動をしながら、薬局店員をしているっていうのが、DD プリンセスの普段の活動ですね。国際通りのあの大黒ドラッグで歌ってるの、はい、踊ってるの。たまに、この、店内、このカフェの中では歌ったりしてるんですけど、カフェがあるんですけど、この大黒ドラッグが今運営している。カフェカフェ、そうなんですよ。え、これはこの大黒ドラッグの近くにもうすぐカフェがあるということで、はい、いやもう大黒ドラッグと連携っていうか、この1階は大黒ドラッグで2階がカフェになっている形になっていて、はい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 、で薬局で買い物をしていただいた方にカフェで休んでもらおうっていう形で。おー、私だいぶこの国際通りのその大黒ドラッグの方にじゃあ足をちょっと通ってないということがね、はい、あのバレてしまったんですけれどもはじゃあぜひそのカフェに行ったらじゃあ会えるということなんですね、その DD プリンセスさんに。そうですね、でそこで歌ったり踊ったりパフォーマンスしたりっていう形してますね。あ、なるほどね。なんかこう宣伝 もう気持ちいい感じでこう入れていただいたのでちょっと紹介したいなと思うんですけれども、はい、このカフェがオープンしたのはいつ頃、はい、は今年の5月にオープンしたばっかりで。じゃあまだそんなにね経ってないですね。そうなんですよ。これ、あ、じゃあもうすごいほやほやじゃないですか、はい、で毎日、はい、じゃあカフェスタッフもしてで踊りもやってそうですね、ということなんですね。え、これ何時から何時の間に行ったらそのパフォーマンスを見ることできるんですか。毎日この20時から22時までの2時間ぶっ続けでダンスをしているんで、もしよければ見に来てほしいなと思ってます見に行きますよ、絶対見に行きますよ。嬉しい、ありがとうございます。え、でまたイベントとかもね、まあ、精力的にこうねされてるということなんですけども、近々イベントもあるんですよね、はい、そうですね、10月10日にこのバタフェスイン特別編沖縄っていうのがあるんですけど。ほうほうほう、これはどういったイベントになってますか。そちらはこの東京のアイドルグループの東京バタフライドットネットさんっていうアイドルさんが、こちら沖縄でこのアイドルイベントをするっていうことで、この国際通りのアイドルグループに呼びかけてこのイベントをするっていう形になっていて。なるほど、出演者もちょっといただいてますけどね、DD プリンセスさんもそうですし、はい、あと沖縄美少女プロジェクト、はい、ティンシとこう、うん、アイドル揃いということなんですね。そうなんですよ、はい、なるほど。会場はどちらに。会場は、あ、ちょっと待ってください、ね、はい私、どうでしたか。あってあ、大丈夫ですか。ちょっと待ってくださいね、はい、会場が確かあれでトップノート自分私言っちゃうあたりね、トップノートですね。トップノートです。あ、わかりました。じゃあちょっとここ告知改めて私からアナウンスいたします。バタフェス特別編 in 沖縄、はい、開催が10月10日祝日なんですね。近々、そうなんです。近々となっております。はい、会場が、17時30分5時半、開演が、17時50分、5時50分ですね。で、会場がトップノートですよ。トップノートです。トップノートです。はい。前売りチケット1500円、ワンドリンク付き。で、当日も1800円でチケット買える。こちらもワンドリンク付きということですね。はい。ありがとうございます。わかりましたよ。まあ、ツイッターもやってるみたいですね。DD ステーション。はい、いいそうですね、 DD ステーションです。はい、 DD、下ハイフンっていうのかな、下線でアンダーバーか、 DD アンダーバーステーションで検索したら、その情報も見れるということで。はい、わかりました。じゃあよろしくお願いします。はい、で私もカフェに行ってぜひちょっとね、ぜひぜひ来てください。エイカさんはじめ皆さんが踊ってるのもちょっと拝見したいなと思いますけれども、はい、はい、そんな、はい、DD プリンセスの曲が気になるところでございますので、ではここで、はい、もうエイカさんにもうタイトルコールをお願いしていただいて、もうそしたらその曲を書きようかなと思っておりますが、よろしいですか。ありがとうございます、ね、私がね、はい、こう紹介するよりもね、きっといい感じに言ってくれると思いますので、では、はい、曲紹介をお願いいたします。はい、では大黒ドラッグのオリジナル曲がいくつかあるんですけど、その中でも元気いっぱいの曲です。では皆さん聴いてください。サプリナ、ありがとうございました。
んじゃんこの曲。一回さ見たことあるよ大黒ドラッグで。カフェさだからまだ行ってないのよ。カフェは行ったことないんだけどなんか外で踊ってたよ。あそうなんだ。あ大黒ドラッグってさ国際通りのあっちにあったと思うんだよね。スタバのとこ、スタバの角にあって、でそれその時になんか踊ってたよ外で。すごいね。2人ぐらい。20分か、結構あるね。なんで AA って AA ところかな。あ、LINE？ うん、あ違う、あれ、そのさっき LINE で送ってくれたじゃん、この、うんうん、さっき出したやつ、うん、あれをパソコンでも LINE やってるから、うん、パソコンから撮って印刷しようと思ったらパソコンの方になんか反映されなくて、えって送ったら来るかな。ごめん、見てなんだろうと思った。オッケー。じゃあ今度行こうよ、大黒ドラッグ一緒に。え、カフェ行きたくない？そう気になるよね。どんな感じなのか。で買い物もしたいのよ、普通に日用品とかも買いがてら、そうだね、それを買う目的を持ってカフェもちゃんとやそこで買って休んで、うん、いいんじゃない？行こう。でスタバもやろう。でいつがターンも休みかってことですよ。8時から10時だから。あ、そっか、夜だよね、うん、もう土日しかあかんやつさ。土曜日じゃん。土曜日行く。土曜日しかない。土曜日行く。国際デートする。国際デートするか。土曜日携帯何に変えたの？あのね、スマホ、この本体は、うん、とシャオミっていう中国のと格安の機種っていうところで、シムカードとか使って？そうそうそう、シムフリーで、今回はイオンのシムを使ってみました。すごい、シム使ってるあたりさすがだね。やっぱだいぶ安くなる？いや、安い。これね、今1500円だね。もともとあれ Y モバイルだったんだけど、 Y モバイルもなんだっけ、その前 E モバイル、 E モバイルから Y モバイルに変わる時のめっちゃ安い時に変えて、でそれも3000円以下、2800円から3000円ぐらいだったんだけど、それからさらに安くなったから、めっちゃ、めっちゃ後で詳しく聞きたい。さあ今日は DD プリンセスのリーダー早見優香さんをお迎えしましたけれども、サプリナ、サプリメントとね、サブリナかけてサプリナっていうことですよ。面白いですね。また8時から10時の2時間の間でライブもやってるということなので、国際通りの大黒ドラッグ、そして2階のカフェにもぜひ足を運んでみてください。ではここで私のコーナーへと参りましょう。
さあ始まりましたということで、このコーナーは私のコーナーでございます。メンソーレ黒島タイムス、まあ私の旬と思ってるものを話したりしてるんですけれども、まあ今日はね、私がここ FM 技能で喋って1年迎えたということで、ちょっとこの1年間振り返ってみたいなと思うんですけれども、あのねまずね、今日さ、やったら噛むんだよな。なんでかなと思ったらね、やっぱ、これを初心に変えるということなんでしょうか。違うわってちょっと突っ込んでほしいんですけど、ね、もう最初、すっごい、もう噛み噛みで、もう放送にもならないぐらいのね、なんかもう放送をした覚えがあるんですけれども、で、登録とかも残っててね、それこそ。先週の放送終わって、そっか、もう来月で私1年になるんだと思って、聞き返したからもう、ほんと顔真っ赤になったね。とっても恥ずかしくって。で、今日もね、なんか、わかんない。その、トラウマみたいなのがわかんないけど、なんかこう、潜在的なものがまた呼び返ったのか、ちょっと今日さ、カミカミでね、なんかお送りしちゃってさ、すごい恥ずかしいんですけれども。まあでもね、この一年通してね、今こうしてミキサーもまだ、まあ、おぼろげながらね、おぼつかないけれども、ちょっと触ってみたりとか、ね、して、結構、楽しんでね、できてるんじゃないかなーなんて思いますけれど、皆さんはこの1年、水曜日モーニング8、まあ、はたまたね、毎週のモーニング8を聞いてね、どんな1年を過ごしたでしょうか。ね、やっぱりこのラジオって、こう、リスナーさんがいて本当成り立つっていうのは、まあまあやってる時からも重々承知はしていたんですけれども、やっぱ改めてね、こうメールがあったりとかするのっていいなーって、ちょっとね、しみじみ思いますよね。で、今日もまだこう、たくさんメール届いてるので、これから、まあ、読んでいくわけなんですけれども、ねえ、メールもどう？結構こう、読むの上手くなった？どう？え、タマディレクター。うんって。うんって。目かきながら、うん、印象ないのみたいな感じで、うん、そうですか。まあまあまあ、目かきながら見れるくらいちょっとゆとりも出てきたのかな。私に対してどうなんでしょうか。ねえ、皆さんどうですか。ツイートちょっとお待ちしてますけれども、うまくなったかなって言われちゃったけど、AKB ファンさん。いじる人も今日はいるしねってことで、そうですね、マスオさん。マスオさんね、途中からね、こう参加 してくれたんじゃないですか。一応割と早めの段階でこう来てくださいたんですけどね、いつもこう私のことをもう容赦なくいじってくれてありがとうございます。でもここ最近はね、なんか褒めるが少なくなってきてる。なんかもう いじる8みたいな、ちょっと褒める2割みたいな。最初はまだ6、4、まあ7、3ぐらいだった気がするんだけど、なんか少しずつ減ってきてるなと思ったりとか、思わなかったりとか、まあまあまあ、そんなのいいんだけど、今日のゆれっち色っぽいな、うなじみてると特にっていうことはあるんやだ。ツイキャスとかこうご覧になってる方はね、まあ、昭和臭がするとかって言われるのはね、もうなんか、まあ、ここで言われる、他でも言われてるので、もう重々承知はしてますけれどもね、なんか私もそういうキャラなんですかね、きっとね。なんかこう、なんだろう、平成感でイエーイパーティーピーポーみたいなこう感じじゃないのかな。タマから見てどうよ、この1年の私は。まあ本当ね、山内さんも途中からこう入って、またタマにっていう感じなんだけど、どうですか、どうですか。いや、でもミキサーもできるようになったしね。うん、ミキサーもできるようになったしね。他は。いや、でもおしゃべりはもともと上手かったからな。本当、おしゃべり上手いと思ったことないんだけどな。上手い、うん、本当にという感じでね、こう褒められたい褒められたいっていう感情をさ、もう前面に出してさ、なんだろう、これお前の自己満のコーナーかって。そうでございますよ。まあ自己満な感じでこんな感じしゃべらべら喋っちゃったんですけど、まあ言いたいことはですよ、またこの、まあ、1年間またね、喋り倒していけたらいいなと思ってますので、皆さん今後とも、お耳をこちらモーニングエイトにね、朝傾けていただければなと思いますね。1年またよろしくお願いします。で、忘年会の話もね、そういえばこう来る前とかにもちょっとちらってねしてたりなんかしてね、どうなることでしょうかね。またこう忘年会とかでもこうね、今こう喋ってる FM ギュナーのパーソナリティさんはじめ、ね、もしかしたらリスナーさんも会えるのかな、会えないのかななんて、ね、リスナーさんもね、こうもしかしたらこう参加できるような感じになるかもしれないので、ね、その際はぜひリスナーさんもこの日は、
ね、足運んでもらって、そして改めてありがとうってこう挨拶できたらいいななんて思っております。今日コーナーは、1年間の私黒島ゆりえのね、回想期でございました。ということでここで1曲お届けしましょう。テイラー・スウィフト、Shake It Off。あと5分で、ね、結局 AKB さんのメールまた最後くらい。大丈夫、サビあたりから読み始めるから。そしたら5分読めるっしょ。どっから読んでないの私。めいちゃんさん読んだからこっち AKB ファンさんからだね。さあ、曲をバックにしながら皆さんのメールもどんどん読んでいきたいと思います。ラジオネームチャラ AKB ファンさんいただきました。オアチスユリエピのモーニング8 1周年おめでとう、ありがとう。今日のユリエピ美人だぜ。台風接近してるけど、兵庫県めっちゃいい天気やからテーマ行くなということで、台風来るのかな、台風対策なのでしていただきたいなと思いますけれども、今日のテーマ流行り。俺はですね、ゆりえちゃんをいじることが流行りそうですね。なんでやねん。ねえ。もうすぐ発売するプレイステーションで VR。プレイステーションも VR になっちゃうの？すごいね。へえ。ゲームということか。違うのかな？どうなんだろう。ゆりえ、整いました。はい。おもてなしとかけまして芸人と解きます。その心は受ける、そして受けると気持ちがいいものです、ということでまたうまいね謎かけもいただきました。ありがとうございます。続きまして、こちらはエコザイルさんいただきました。ありがとうございます。自分は流行りには鈍感だと思います。ですが特にファッション系はね、ただ自分が AE86 っていうスポーツカーを都に上陸させた時は走っているのは5台もいなかったのに、1年くらいで20台くらいに増えたり、ここ沖縄でホーネットってバイク乗ったらまた1年くらいであっちこっちで見かけるようになったさー、ということで、じゃあ車とかね、やっぱバイクとか自分の好きなものに関しては敏感なんでしょうね、きっとね。あと自分が好きな言葉にこんなのがあるよ。どうでもいいことは流行りに従う、大事なことはルールに従う、燃えるべきことは自分に従う、良き言葉でしょ、ということで、いいですね。どうでもいいことは流行りに従って、大事なことはルールに従って、燃えるべきことは、じゃあきっとエコザイルさんが今燃えてるのはそういうスポーツカーとか、まあバイク、まあ、スポーツカーとかね、車とかバイクとか、そう自分にこう従って好きなものや情熱注いでるということなんですかね。なかなかいい言葉いただきました。ありがとうございます。続いて、飲む長野ドットノムさんいただきました。ありがとうございます。こちらは黒島ゆりえちゃん春分迎えて、これなんて読むのかな。甘露かな。甘露遥かに見て秋に備える、残暑懐かしむ今、宜野湾のぬくもりを感じてファンキーにグルービングにスイングしようぜ、ということで FM 宜野湾ベビースタッフちゃんチェキラっていうなんやねんってな、まあ、一日も早く、行楽の秋を感じたいな、いつかまた沖縄行くね、ということで、ぜひ沖縄に遊びに来てみてください、という感じで、こう急ぎ足でちょっとお話ししちゃったかな、ね、案外尺が余っちゃったという感じで、あららら、今ね、あと1分と50秒ぐらい残っておりますね。はい。他ね、ツイッターでも見てみますか。はい。おつおつ、ゆりえちゃん、ターマ、今度は一緒に体操ということで、ターマ、今度一緒に体操いかがですか？私、いつもやってますよ。いつもやってますか？あ、そうですか。失礼いたしました。じゃあ、私がね、ちょっと寂しいから BGM 少しだけでかけようかな。はい。
改めまして。まあやりましょう。あと来週は体操ね。じゃあ次の目標は体操をもうできるようになるということで、あの放送をしながら体操もちゃんとやれるようになるということで、うん、にしましょうかね。すぐでは来週も聞いてね的なことを言ったら終わっちゃうということで、そっか、ペンパイラッポアポペはどうでもいいことかって。じゃああれ、ね、あの声でやったところで伝わらないじゃないですかね。えだからなんだろう、今度またなんかムービーでも撮ってみるかな。じゃあそれ見て誰が得するか分かんないんだけどね。まあ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 、あのマスオさん少なからずね、こう滑ってんなって言ってね、きっとなんか面白がってね楽しんでくれそうなので、じゃあ機会があればちょっとムービーなんか撮ってみたいなと思います。という感じで、あっという間にね、もうあと30秒とかってなってしまいましたけれども、ね、あと1年ね、モーニングエットね、まあ産休、アザーさんが産休してまた戻ってきたりとか、まあ新メンバー加わったりとかね、でイーズさんとかもね、またこう、今なんか旅行行ってるんでしょ？なんかね、すごい、なんかみんな活躍してて、私嬉しいなって思いました。という感じで、モーニングエット、本日のパーソナリティは黒島ゆりえでした。バイバイ！楽しいじゃん。こういう日とか超懐かしかった。ね、懐かしかったのに。